はい、いらっしゃいませ。はい、あ、皆さんジパング会員の皆さんですか。はい、ありがとうございます。ではですね、ご記入いただいたこちらの用紙をですねもらってもいいですか。はい、あ、まだ書いてないですか。あ、そうですか、そうですか。じゃあ今日どこまで行きますか。はい、京都までかしこまりました。往復ですか。はい、だと、書いてもらっていいですか。僕言いますので。はい、いいですか。こちらに豊橋、京都って書いていただいて、そして往復の部分に丸してもらっていいですか。はい、あー、おじさん逆です。京都になってます。なんで豊橋が左で右が京都です。あ、上の段です、上の段です。そうです、そうです。あ、そうです、おばちゃんってます。京都書いてもらって、で帰りの分が京都、豊橋。あ、おじさん違います、違います。あの、反対です、反対です。だからそうです、わかんないですよね、わかりづらいですけど、そうです、そうです。いいです、いいです。もうあのピッピッってやってもらえば、ピッピッ、ああ、まあいいですよね、塗りつぶしちゃってもどっちでも。はい、ああ、そうです、あまちゃんってますね。で、書いてもらって、最後に下にお名前書いてもらっていいですか。はい、おじちゃんもお名前、あ、名前そこじゃないですね、その上の段です。そこはあの僕が書くとこなんで、はい、ちょっといいですよ、僕はあの訂正しとくんで消しといてください。はい、いいです、いいです。ちょっと分かりづらいですよね、もういっぱい書くもらってね。はい、おばあちゃん、そうですよね、もうちょっとおじいちゃんしっかりしてくださいよ。わかんないですよね、まあしょうがないですけども。はい、書いてもらったら、あ、いいですよ、先にじゃあもらっちゃいますね。はい、おじいちゃんも書けたらあのもらえますので、はい、お願いしますね。そうですね、もういろいろ書くのも難しいですよね。でも3割ですので結構大きいですからね、使った方がいいですよ。はい、あ、あー、違います、おじいちゃん、もう一回ちょっと新しいの書いてください。はい、これ見て、おばあちゃんと一緒の感じで書いてください。お願いします。頼みますよ、本当に。やった。わかんないじゃないぞ。ちょっと頼みますよ、おじいちゃん。うん。できたら言ってください。もうおばあちゃんはちょっと教えてあげてください。僕、切符作んないと。切符作んないと、あの、いけないですよ、もう。ちょっとあれですよね。あの、望み乗れないですからね。なので、あの、光か小玉で行かないですから。まあ、あれですよ。時間ないですよ、おじいちゃん、おばあちゃん。頼みますよ。僕、切符作んないとなんでね。そうですよ、切符ないといけないですからね。はい、お待たせしました。できましたか、おじいちゃん。できてないです、それ。